Hello, my precious friends. My name is Dr. Kaz Kinojita 面白英語塾担当の木下ですよろしくお願いしますえ今日は次のような内容でお話を進めていきたいと思います、えー、まず、えー、家族と家族を混同した宣教師のお話そしてビルのオーナーは金持ちなのかというお話 で聖書今日の聖書の箇所は第1ペテロの3章15節を取り上げますその後に「えー、ブザー」は押してもならないっていうお話ですね。で最後に、えー「アメリカの原住民はインド人だったのか」というような内容でお話を進めていきたいと思います。 私は小学生の頃ですね小学校では時々レントゲン検査っていうのがあったんですけどね集団検査みたいなものですねそれで名前を呼ばれるとレントゲンの,その撮影の部屋に入っていくわけですけども時々飛ばされちゃったことがあるんですね私で何で飛ばされちゃう男男のののの子子子子ははだだけ女の子は女の子だけっていうふうに検査してたんですけどね。 時々飛ばされちゃうんですよで、なんで飛ばされたかなって思ったらですね私の名前のせいなんですね私は木下和義って言うんですけども和は平和の和義は女編に子ですねだから女の子って見えちゃいますねで、その名簿を見た担当の方がですねこの義、女の子っていうのをですねそれで 女の子っていうイメージを持って一義が「和子」って読んでしまうんですね。で木下和子はこれは女の子だから男の子の時は飛ばすということになっちゃいますね。それで時々私は男なのに男の順番の時に飛ばされちゃったという経験があります。えー でもですね、実際の発音上は和子じゃありませんので。和子さんって呼ばれたことはないんですね。必ず。和義君とか、和義さんとか、まあ呼ばれてたわけです。ところが、私が中学校に入って。宣教師と出会った後の話なんですけれども。その宣教師と会うとですね、その奥様が。ほとんどと言っていいほど。 「和子は元気ですか?」。ってですは元気かあるいは「あなたの和子は元気ですか?」って言うんですよね。えー、は元気ですかっと思いましたね。私は和子じゃないしあなたの和子って私にはそんなガールフレンドはいないしモテ,モテてもいなかったのでなんで和子さんの話を聞くのかなとか思ったんですけども。 前後関係から判断するとどう考えても女性の和子さんっていう人を想定して質問してるんじゃないんですね。どう考えてもあなたの家族はと思って言ってるみたいですよ。家家族族ははおお元元気気でですすかかあなたの家族はお元気ですかって言ってるそれじゃないと意味が通じないんですね。で案の定その宣教師はですね家族のことを。 家族っってて覚えてしまったんですでなかなかもう治らないんですね。何回会っても「家族は元気ですか?」って言うんですよ。でその「元気ですか?」じゃなくて普通の会話の中でも「家族」という時には必ず家族って言ってましたね。で私はもうそれに慣れたので「家族は元気ですか?」って言われたら「はい元気です」ってまあ答えたんですね。でなんで 家族のことを「家族」と覚えてしまったかっていう話なんですけれどもえ漢字で書くと全く字が違いますよね「家族」っていう字と「家族」っていう字は似ても、まあ、似つかないわけですけれどもこれをローマ字で書くとどうなるか「家族」はですね「KAZOKU」A Z o K U、ですね「家族」で「家族」はですね K-A-Z-U-K-O どこが違うかっていうと象が図になる空が子になるうとおが入れ方だけなんですねですから実際の発音上は非常に似ているんですですからカーゾクがカズコになってもそんなに不思議なまことではないんですでその後ですね 最初その宣教師しか知らなかったんですけれどもいろんな宣教師と出会う機会がありまして驚くことに多くの宣教師の方々があなたの家族はど家族はどこに住んでいますかって言ってですね同じ間違いをしてるなっていうことが分かってですねとてもまあ面白かったと思うんですけども、えー、私あの静岡県の出身なんです静岡ですね。 正しい発音は静岡。けれどもですね。静岡に住んでいる静岡県人は。多くは静岡って言わないんですね。静岡って言うんですよ。酒がおうになっちゃうんですね。静岡じゃない、静岡、静岡。それで。通じちゃうんですね。で、静岡って言っても、静岡に聞こえてしまうのが。不思議なんですね。ですから、日本人でも。日本語の。 発発音音を入れ替え,変えて発音してししまいまますから、ま、してや宣教師の方が家族を「家族と呼んでもまあ不思議なことではありませんね。で日本人が英語を話す時も似たようなことがたくさんありますね。例えば「あなたはどこで生まれましたか?」という英語ですね。「Where were you born? born、生まれた」という意味ですね。多くの日本人は、 そう言おうと思って実際に発音する時はですね「Where were you born?」というんですね「ボーンは骨なんですねあなたはどこで骨でしたか?」という意味になっちゃいますね。で英語で「生まれた」というのは「born ですね「O の後に「r」の発音がいって「born」で骨の方は「O の後に「n なんですね「bone」。 全く意味が違っちゃうわけですけれども日本人がの多くがその発音を間違えて覚えてしまってそのように発音してしまうこれはまあ家族と家族の間違いとまあほとんど同その次にですねビルのオーナーのお話し,したいんですけども「I know the owner of that building」。 私はあのビルのオーナーを知っていると言った場合そう言った人は金持ちを知っているっててる意味ですかねで多くの日本人は「私はあのビルのオーナーを知ってます」と言ったら相当金持ちの人を知ってるんだなというふうに思ってしまう可能性が高いと思いますね。それは、えー 日本人がそのビルはビルディングからまあ来てるわけですけどもビルディングというのは英語のビルディング簡単に言ったらビルになるかもしれませんけどもビルディングというのはですね鉄筋コンクリートなどで作った中高層の建物ではないんですね。 日本ではそういう概念がありますけれどもビルディングっていうのは屋根とか壁、窓がある建物を指すわけですですから普通の家もビルディングですね小さな家であっても屋根壁窓がついているものであれば一部屋であってもそれはビルディングですねそれも略せばビルなんですね。 ですからあのビルのオーナー I know the owner of that building と言ってもそのオーナーは必ずしも金持ちであるとは限らないわけですで家を建てる皆さんご自身の家を建てたことがあるかないか分かりませんけれども家を建てるというのは英語ではですね build The house ですねそれで「building in」がつくと名詞になっちゃうわけですけども build は建てる家などを建てるという意味なんですね。ですから building はそのような建てられた家のことをまあ指すわけです。そういうことで皆様もの多くもおそらくビルのオーナーだと思いますね。 大,勝ちで大金を持ちでなくてもビルのオーナーナですであともう一つ英語で「building」という言葉がありますけれどもそれを「bill」「と省略することはないんですね。もし日本式に省略して「bill」っていうと請求書だとかお札とかいう意味になっちゃいますね。その 発音をちょっと間違えてビールとか言うとですねビ,ルビールにも聞こえてしまいまいすねですからこれからは建物は小さくても大きくてもビルディングハウスもビルディング何十階建ての建物もビルディングそのように覚えて頂ければと思います。 えではこれから聖書に出てくる英語ですね今日選んだ箇所はえ第一ペテロの3章の15節ですえ Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason あなた方に理由の説明を求める人にはいつでも弁解弁明のできる 用意をしていなさいという聖書の箇所ですけれどもこれはですね背景はですねえなぜキリストに繋がっている人には望みがあるのかの説明をいつでもできるようにしておきなさいということをまあ教えている聖句でありますこの聖句をですねいきなりパッと皆さんも言えたらまあ素晴らしいわけですけれども いきなりこの聖句を言うのがまあ難しい可能性がありますからえ順を追ってですねこの聖句の英語にたどり着きたいと思います。でもう一度言います第1ペテロの3章15節の本文は Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason ですね。この 英語にはその背景には2つの英文があります。1つは「すべての人があなたに理由を提供するように求めます」ことですね。「もう1つの背景にある文章は「always be prepared to give an answer to the teacher to the give answer an 例えば to the, the, 先生ですね to the teacher というような文章がこの聖句の背景にありますこの「Always be prepared to give an answer to the teacher は」はいつでも先生に答えを出す準備をしておきなさいですね、えー、でこの文章がどうつながってくるかということなんですけども最初にですね Everyone asks you to give the reason をちょっと変化させてみましょうまず Everyone そのまま使いますね Asks you to give the reason それもそのまま使いますね唯一変化させるものは Who という言葉をこの中に入れちゃうんですねこの Who というのは誰という意味じゃないんですね レという意味じゃなくてこの「Everyone Asks You to Give the Reason」というこの文章をですね名詞に変えてしまうための道具なんですね。で「Everyone Who Asks You to Give the Reason」はそれ自体でも文章から名詞に変化してしまってるんですね。で名詞っていうのは何か何度も言ってるんですけどもその後に「手におをて「におは」をつけて 意味が好きするやつは名詞なんですねで Everyone who asks you to give the reason はあなた方に理由の説明を求める人という意味なんですねで人はとか人にとか人をとかいう全ての,あの転用派が好きしますのでこれ自体全体が名詞になったと理解してくださいで 私の分析ではこれは名詞化の31という種類なんですけどねで一旦名詞化された表現はどんなに長くてもあるいはどんなに短くてもそれは名詞なんですね一つの単語と同じ扱いになりまますすそうしますととと他のの文章の名詞置きき換えることができます。 でもう一つ背景にあったこのところの「The teacher」ですねこれも名詞なんですね先生先生にとかねで通じますから「The teacher」全体が名詞ですねそうすると名詞と名詞は入れ替えることができるという鉄則がありますのでちょっと入れ替えてみましょうか the teacher のところに さっき名詞化させた「everyone who asks you to give the reason」というあの名詞化された表現が出てきますね。そうするとこれであなた方に理由の説明を求める人にはいつでも弁解できる用意をしていなさいという文章になりますね。さっきの「always be prepared to give the reason to the teacher」と同じ形ですね。 同じ形、片方は短い the teacher、片方は everyone who asks you to give the reason 長いですけども全く同じ扱いなのでこれを順を追ってですね覚えてしまうと英語をあの話すのがですね非常に楽になりますね。では今の第一ペテロ三の十五の応用 文を作ってみたいと思います応用文としてはですねまあ、その1として show this video to everyone who wants to improve his English 英語を上達させたいと願っているすべての人にこのビデオを見せてくださいこういう英語を言いたいとしますねこれはさっきの第一ペテロ三章の十五節と同じ 構造になってますので同じやり方をすればこの英語がさらさらと言えるようになりますねでこの背景にあるやっぱり二つの文章がありますね一つは Everyone wants to improve his English 全ての人が英語を上達させたいと思っていますですね Everyone wants to improve his English 皆様も、まあ、そのうちの一人であることを望んでいますけれどもここで一つだけですね、えー、注意しておきたいのは His English って言ってますね彼の英語これ男の人のことだけ言ってるんじゃないんですよほね女の人も含,含めて言ってるので everyone who wants to improve his English は女,女性が除外されているって意味ではないんですねけれども それが気になる場合はですね「Everyone wants to improve his or her English」と言ってですね「or」の後に「her」つける場合もありますね。そうすると女性が除外されているっていう誤解をまあ避けることができますけども今はそういうややこしいことをちょっと枠に置いていてですね「この「his」は彼のって言ってますけども女性も全部含まれているという意味で「 理解していいいたただきたいと思いますえー、これもですね少し工夫してあの文章を変化させるとですね優しいあの英語英語として表現できますね。まず「Everyone」はそのままですねすべての人 wants to improve his English その英語を上達させたいと願っています。そこまではあの 最初の文章と同じですね。やはり。Who という言葉を。ここに加えます。これを加えると。さっき言ったように、この Who は誰とかいう意味じゃないですね。everyone wants to improve his English をですね。名詞の意味に変化させるための。道具として。ここに Who を入れます。これは。やはり名詞化の。まあ、三十一という。部類に入りますけれども。 そうしますと次の背景にある「Show this son video to your son あなたの息子さんにこのビデオを見せなさい」という背景の文章があったとして「Your son あなたの息子息子さん」これは全体が名詞なんですね。「息子さんに」とか「息子さんは」とか言ってすっきりする表現ですからこれは名詞です。そうしますと名詞と名名詞詞は 入れ替えることがですからもうまとめて入れ替えちゃいましょう。Your son のところに Everyone who wants to improve his English こうに変化させますとこのビデオを英語を上達させたいと願っている全ての人に見せてくださいという最初の応用文になりますね。これは、 Show this video to your son と全く同じ形で難し,難しさも全く同じなんですね優しさも全く同じって言った方がいいですねですから片方が長いから難しい英文ではないですね長くても短くても全く同じ扱いでこの文章を言えるようになりますではですね次に応用のその2をやっていきたいと思いますけれども Those who were hungry couldn't walk anymore。お腹が空いている人たちはそれ以上歩きませんでした。これを簡単にまあ口からさらっとさらさらと最初から出てくればまつばらしいわけですけれども、いきなりこの文章が出てこない人も多いと思いますので、これもいくつかのステップを踏んで言えるようにしたいと思いますね。 その背景にある文章の一つが They were hungry ちょっと言ってみてください They were hungry 彼らはお腹が空いていましたこれは非常に優しい英語ですねこれはもう多分一分繰り返して言ったら完全に言えるようになったと思いますけれどもこれを少しですね工夫して形を変えてみましょうまず They を those にちょっと書いてみますね。those were hungry were それらの人たちはお腹が空いていたとまあ、まあ、とりあえずこういう表現していますね。でそこにやはり「who という言葉をここに入れています。この「who はやはり誰,誰とかいう意味じゃないですね。those who are hungry という表現を迷信してしまう一つの道具ですね。 Those who were hungry という,う変化させますと。お腹が空いている人たちという意味になります。このやはり。名詞化の三十。まあ、一なんですね。Those who were hungry。they were hungry と。Those who were hungry はどちらが難しいでしょうか。えー、日本人の多くは。Those who were hungry の方が難しいって。まあ、答えると思いますけれども。アメリカ人にですね。 They were hungry っていうのと、those who were hungry っていうの英語の表現どちらが難しいですかって言われたらもう困ってしまうんですね。どちらも優しいからですで。日本人にですね、あの人たちはお腹が空いてますっていう日本語とお腹が空いている人たちっていう日本語とどっちが難しいですかって日本人が聞かれたらですね、多分困ってしまいますね。小学生に聞かれてもどっちも優しいよって言いますね。それは 優しいからなんですね文章の構造のうんぬんじゃなくてこの表現を覚えてしまえばどちらも優しい表現なんですね。ですから「those who were hungry」も1分ぐらい繰り返して練習しますと優しい表現になってしまいますね。で一旦これを名詞化された表現であればそれにて用法をつけることができる表現なので別の文章の「法」をつけることができる表現なので別の文章の 名詞と入れ替えることができますね。で、別の背景の文章は。they can walk anymore。彼らはもはやそれ以上は歩くことができませんでした。この they、彼らは。これも名詞なんですね。彼らはがついてますから名詞。そうしますと。この名詞の代わりに。さっき作った。Those were hungry。を入れ替えることができますね。 Those who hungry walk anymore. おなかが空いている人たちはそれ以上歩けませんでしたという文章が成り立っていましたね。これはもともとは彼らはもはやそれ以上歩けませんでしたと全く同じ文章の構造ですからこの二つの英語はの優しさは同じなんですね。ですから こういうやり方で何度か反復練習をしていただければ皆様も徐々に徐々にですね英語が問題なく口から出てくるようになりますねその文章の長さに関係なく出てくるようになります。ではその次にこのブザーのお話をしたいんですけども皆様の家玄関には ブザー。がついてますかブザー他の呼び方もあると思いますけども私の家にはブザーがないんです。なんでないか。ブザーっていう単語そのものが本当は存在しないからですね。で英語圏の人にですね「Press the b u z z e r when you arrive」っ言ったら「the o t e r h e a e 通じるでしょうかね press the buzzer when you arrive 着いたときに到着したときにブザーを押しなさいですね英語圏の人にそうい言ってもですねえ何言ってんのっていう話になっちゃいますねそれはブザーっていう発音が変なんですね B-U-Z-Z-E-R ですねで そのうのところを日本の方々は「う」って発音しちゃうんですねけれども英語の鉄則では「う」のところにアクセントがついてその後ろにですね死んでる子が閉じてる場合はですねほとんどのケースの場合「う」にならない,ならないんですね「あ」ですね「あ」「う」じゃなくて「あ」だから「ブザー」じゃなくて「バズーです「バズル」よく「 あこちちこでバザーをやってるとかあのバザーはまた全然違うはずなのでそ,それではないんですけどバザーだからこう押して音が出るやつブーッとか音が出るやつはバザーですで「U」がその後にシに C が来てアクセントがあって「っと発音される例外がありますそれは「PUL」「PUSH」「PUT」ですね大体「P」がつきますけども それらは例外的なな発音なんですねその「U」が「U」って発音される例外的な場合それ以外は「U」はアクセントがついた大体あ「あ」という発音ですで「あ」と発音される単語のどういうものがあるかちょっとリスト,してあのリストアップしてみますねまず皆様が通勤通学で乗るバス BUS あれはブスじゃないですねバスそれから「バッ」しかし「BUT」「バッ」で今言ったブザーの「ブザ」ーのブーッと音がするっていう動詞は「バズ」虫がバーッとこう蜂みたいなですね音を立てて飛ぶ虫がありますでしょあの音を立てることは「バズ」ね「バズ」それからコ「コップ」の「CUP」「カップ」「コップ」じゃなくて「カップ」 切るまあ「切る」は普通日本人でもあったはずなんですね。それから何かつまらない点「ダーダー」「面白いこと」「ファン」「銃」「ガン」「小屋」「ハット」「欲望」「ラスト」「何々しなければならない」「マスト」えー「ダジャレ」「パン」「急ぐ」「ラッシュ」「締める」「シャット」 それは全部 U なんですけれどもあという発音になりますで U がですねあという発音はさっき言ったようにガンだとかファンだとかカットってバスとか言えるんですけれどもなぜか多くの日本人はブザーの時だけですねうんなっちゃうんですねブザーそれがちょっと不思議なんですねですからこれ,これからはブザーではなくバザーと発音してみてください えーまあ、最後のテーマなんですけどもアメリカの先住民を今まではアメリカン・インディアンと呼んでたんですねで今はそういう呼び方はしないでネイティブ・アメリカンもともといたアメリカ人という表現を使いますねネイティブ・アメリカンでアメリカン・インディアンとちょっとあの問題がある表現になっちゃってるわけですねけれども えー、どうしてインディアンって呼ばれたんでしょうかねインディアンっていうのはインド人という意味ですねインド人、えー、でアメリカに住んでるもともと住んでる人たちはインド人じゃないんですけどもインディアンと呼ばれちゃいましたねで南米の原住民の方々はインディオとか言いますねインディオそれも同じですねインド人という意味ですね でなんであの中北米南米に住んでいる人たちがインド人と呼ばれてしまったかそれは西回りでインドを目指していたコロンブスですねコロンブスが太平洋の存在を知らなかったんですねあの一番大きな太平洋ってあるのが知らなくて西へ西へ進んでいけばいつかインドに到着すると思ってたんです。 それでインド諸島に到着したときにここはインドに違いないと思ったんですそれでその地域をインディア西インド諸島ウェストインディーズとも言いますけどねでそこに住んでいる人たちをインディアンって呼ぶようになっちゃったんです。もうコロンブスの誤解によって違う異な,る異なる名前が持ち着いてしまったわけですね。えー で今はそ,のそこがインドでないってことが分かってますけどもインドは太平洋を越えたもっと遠くな遠くの国だってことがは今は分かってるわけですけどもでは何で今はアメリカアメリカですねノースアメリカサウスアメリカっていうアメリカっていう名前になったか皆様ご存知でしょうかね。これもまあ探検家に関わってるんですけどもねコロンブスがインアメリカをインドと まあ勘違いしたんですけれどもその後にですね探検家がやはりアメリカに到着した時にそれがインドではなくて新しいい大陸であるととうことが分かったんですそれをアメリゴという人が「ここはインドじゃないよ新しい大陸だよ」って言ったもんですからその新しい大陸がアメリゴから来てアメリカになったというお話です。 わかりましたでしょうかでは、えー、聖句のですね復習をちょっとしてみたいと思います英語の発音ですね皆様にですねちょっと私の後について発音してみていただきたいと思います、えー、第一ペテロ三章の十五節ですね Always be prepared To give an answer to everyone who asks you to give the reason. 言えますか? Always, 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 always be prepared to give an answer. Give the v, to everyone, every ですね。who asks you to give, また vvv のあつも3回も出てきましたけども、下の唇を少し噛む感じで v ですね。asks you to give the reason。言えましたかこれを完全に言え,るようまで言えるようになるまで繰り返していただければ、英語の上達にも非常に役立つと思いますね。もう一回、please repeat after me。always Be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason. では応用の文章の言う練習もしてみましょうかね。応用文の1。英語を上達させたいと願っている全ての人にこのビデオを見せてください。このビデオもですね この文章も V の発音がたくさん出てきますね。Show this video. ビデオじゃなくて V、ビデオですね。また Everyone、Everyone。それから上達させる Improve、Improve ですね。V の発音が何度も出てきますので、そこに注意しながら発音してみてくださいね。じゃあもう一度言ってみますよ。Show this video. to wants to everyone who wants to improve his English his 大丈夫ですかリズムもですね英語的にかリズムを取ったらいいんですね強く発音するときはゆっくりになって強く発音しない時は速くなるんですね同じスピードでいく言っちゃうとそれは日本語の式になっちゃいますから show this video to everyone who wants to improve his English これはまあ日本式の表現ですねですから強いところと 弱いところですスピードがカりますねそこに注意してもう一回聞いてくださいね Show this video to everyone who wants to improve his English.Saigo ニ、えー、応用の文章を、でししましょう。Those who were hungry couldn't walk any more。お腹が空いている人たちは、それ以上、歩きませんでした。Those Who were hungry walk anymore. この場合ちょっとだけ発音ですね2つほど注意しますと「those, those」は th は少し舌を噛む感じで「those, those <ド>」「those」じゃないですね「those」あともう一つ「歩く」「歩くを walk」とか言う人もいますけど、ね「walk」だとあほとんど通じないですね「walk」じゃなくて「わ」口を縦に開けて「 Walk. Walk. Tho, uh, those who were hungry couldn't walk anymore. .ですね。Couldn't walk, Couldn't walk anymore. Then please repeat after me one more time. Those who were hungry couldn't walk anymore. Well then, please come and join us again next time, okay?